クステディ。最初に、お伺いしたいんですけども、生黒田高屋を初めて見たという方、手を挙げてください。今日は少なめですが、1割2割ぐらいですね。ですね。わー、ありがとうございます。いかがですか？はい、かっこいいです。かっこいいですか？やはり昨日のようにお目が高い。ありがとうございます。大丈夫ですか？なんか中国から来た怪しい人に見えませんでしたか？大丈夫ですか？黒田高屋といえば、職質話をしなければいけないのかもしれない。そう思ってここでちょっともうまた聞いたことある方もいるかもしれません。普段250ぐらいの大体職質を人生されてるんですが、だけどそのうち職質なんて人に喋るほど面白いものはないんです。大概不愉快なだけなんです。でもたまにその中にちょっとしたドラマが起きたりするんです。皆さん、デュラララという作品はご存知でしょうか？だから聞いたことある方は聞いたことあると思うんですが、久しぶりにちょこっと話したいと思います。あれはアニメ十字隊の収録のアニメだったんです。で、私はいつも遅刻が大嫌いなもんで、大体30分前を目指して現場に行きます。で、案の定9時半、9時20分頃駐車場に停めまして、そこからちょっと徒歩2、3分、4、5分ある場所なんで、9時20分ぐらい、25分ぐらいに着いて、車から降りて、大きな道のこう歩道のところが青になるのを待ってました。で、待ってて、そこにこっちからこう来たパトカーがちょうど赤信号で止まってたのを知ってたんです。知ってたんです。両車線、2車線、2車線とかあるぐらいのそこそこの大きな、そこを青になったので渡っていきました。渡っていって、俺がパトカーの前に行った瞬間、両サイドのドアがパンパンと開いてバンバンと開いて、俺が渡り切ったところでキュッと横を押さえられました。あれ、ほんと意味が分かんないですよね。普通の職質とちょっと種類が違う。よっぽど手配指名手配。皆さん、これが老化現象です。はい、これはちょこちょこ出てくるので慣れておいてください。そう、指名手配の誰かによっぽど似ていたのか、両方抑えられて、そこからはまあいつも通りです。持ち物を検査されて、一応身分証明をされて、で、私の場合必ず本庁に問い合わせます。必ず前がないか調べられます。これ毎回やられます。だから大体30分時間取ってるんですが、大体俺どんな仕事行く時も職質タイムって設けてる。職質されたとしても遅刻してる。そのために30分は余裕見てるんですけど、今回は何かよっぽどの向こうに確証があったんでしょうね。だから40分取られたんですけど、それで本当に間に合わなくなるから、その警官2人を連れて、いいからお前らついてこいっつって、ずっとこうついてこさせて、デュラララの収録現場まで行って、警察2人を引き連れてデュラララの現場まで行ったら、その時のキャスティング制作をやってる人間が、黒田さん来ない、黒田さん来ないっつって、でまた制作も制作なんだけど、黒田さんが遅れることないから、黒田さんが遅れたってことは何か事件があったんじゃないか。みんな表に出て慌てふためいていたので、でちょうどこうスタジオの前まで行ったらもう出てきてて、でちょっとさ、こいつらにずっと捕まっててさ、ね、で俺遅刻じゃないからねっつって、でそれを説明したら、まあやっぱ収録スタジオに行ったっていうので、なんかこうここら辺で新宿で怪しいものを売りさばいてる、もしくはこれから何か人を消そうとしてるとか、そういうのではないんだなっていう多分確証が取れて、そこでスタジオを見せた瞬間に解放させていただきました。本当にね、もう全然悪いことしてないですけどね。本当にもう皆さんは、今回は初めてのまた少ないのでご存知だと思いますけども、俺本当に前科ないんですよ。本当前科ないのに、どうして回るように思われてしまいます。
ょっと優しい人間だってことをちょっとアピールしたいので、あの優しい歌詞をちょっと書いたので、そういう歌をぜひとも聴いていただきたいなと思います。それでは、大丈夫でしょうか。聴いてください。プリティーガール落ちやすいよ。